日本は次期戦闘機開発での共同開発国を決定。日英意となり、アメリカのロッキード社が外れることが最終決定されたとの情報をキャッチしました。今回は、この日英意次期戦闘機開発計画を詳しく見ていきますね。アメリカのロッキード社でなければ、日本は、純国産で、やはり F3 戦闘機開発を進めていった方がいいのではないのかな。XF9 エンジンもあるしね。2022年11月中旬、日本の大手マスディアの複数社が、航空自衛隊が現在運用中の F2 戦闘機の代替機について、本年末までに日本とイギリスとイタリアの3カ国による共同開発の契約が正式に公表される見通しだと報じた。いよいよ、現時点では2022年も残り1ヶ月余りとなり、その正式な発表の報道を待つ形に変化は見られないが、日本がイギリスとイタリアをパートナーに選択することには少なからぬ課題が残されていると見る向きも多い。何よりも太平洋戦争での敗北以後、日本の自衛隊の装備する兵器の中でも特に戦闘機という分野においてはアメリカの影響下から離脱して独自路線を追求した過去はなく、その有効性に疑義を投げかける声は少なくない。ただし、そうした見方は多くとも、かつての F2 戦闘機の時点のように、その開発をあまねく国産で実施しようというような主張は見られず、さすがに今の時代に世界レベルの機体を日本が独自に作り上げるべきとする考えは見られなくなった。とはいえ、航空自衛隊の次期戦闘機開発に際しては、実証実験機の通称、神進が存在し、これが、機体の規模的にははるかに小型であるとしても、一応のステルス性能を自前で用意できたことは、今一度思い起こすべきだろう。また、IHI 社は、試作機ながら XF9 エンジンを防衛装備庁に納入した経緯があり、同エンジンは、水力やタービン付近の耐熱性に関しては、今の戦闘機に求められる水準を十分にクリアする数値を示していたことも、記憶には新しい。こうした機体そのもののステルス性能や、搭載するエンジン等の戦闘機開発に必須である、重要な要素のいくつかの分野においては、日本が純国産化を行い得る可能性を感じさせていただけに、少し残念な感覚も残る。ただし、こうした要素技術ごとに、多少期待を感じさせる部分が見受けられたとしても、トータルな戦闘機として、世界レベルで通用する機体の完成には至らないのだろうと、逆に実感させられたとも言え、その目はほぼなくなったと言えよう。それでも、日本側としては、これまでの経緯の中で得られた技術を集結し、日本の防衛産業の劣る三菱重工業者に、プロジェクトを統括させ、その傘下に各分野の国産メーカーを置く布陣で次期戦闘機開発を迎えるとめされていた。そこに今の西側諸国の第5世代戦闘機としては唯一の選択肢となっている F-35 ライトニングに、これを要するアメリカのロッキード・マーチン社の技術支援を仰ぎ、次世代戦闘機の開発を進める形が最も手堅いと見さされてきた。そうした動きは戦闘機に止まらず、戦後大半の兵器システムをアメリカに準じたもので揃えている自衛隊にとっては、リスクの少ない方法であり、両国の軍事的な連携を図る上でも必然と言える流れだったと思える。しかし、当のアメリカやロッキード・マーチン社は、航空自衛隊が推進している次期戦闘機について、自国内で行っている NGAD、ニュージェネレーションエアードミナンスとのギャップが大きすぎると判断したと言われている。アメリカ側としては、航空自衛隊が開発を進めようとしている次世代戦闘機の能力は、すでに F-22 ラプターや F-35 ライトニング2で実現している
いわゆる第5世代戦闘機の延長線上にあると捉えており、関与するメリットを感じなかったとの見方も多い。今でも、多数の西側諸国に対して、アメリカは、いわゆる第5世代機の F-35 ライトニング2や、それ以前の 4.5 世代機とも言われる F-16 ファイティングファルコンの最新型の V 型等を多数供給している現実から、日本の次世代戦闘機の数など少なすぎるのだろう。現在までに、日本の航空自衛隊が生産を行った F2 戦闘機の総数は、試作機もすべて含めて98機であり、次世代戦闘機も、これらをすべて代替する計画とはいえ、ほぼ同数の90機前後を調達する計画となると考えられている。前述した F-16 ファイティングファルコンは、これまでの累計で5000機を超す生産数となることが見込まれており、これに比すれば、日本の次世代戦闘機の数など、わずか 2% にも満たない少なさであることは事実である。こうしたボリュームという、工業製品の生産にあたっての効率化という、側面から見た場合の重要な点に加えて、アメリカは、NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスにて、新たな概念を模索していることも影響していると思われる。未だ、アメリカ側から、具体的な NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスの開発状況は発表されてはいないもの、現時点で、最新鋭の戦闘機タル F-35 ライトニング2を含め、その位置づけは大きく変化すると目されている。最も大きな違いとしては、近年の F-16 ファイティングファルコンや F-15 イーグル等の当初は、いわゆる第4世代と言われた戦闘機たちが、搭載するアビオニクスや並走システムの換装によって、近代化を進めるような手法は採用しないとされる点だ。今や、こうした戦闘機たちは、繰り返される近代化改修によって、リリース時とは、比較にならない能力の向上を続けてはいるものの、40年以上にもなる、長期的なスパンで運用を行うことは、メンテナンスコストを膨大に増加させている。そのため、アメリカでは NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスについては、もっと短いスパンで、新型機と入れ替えを行うことを前提とし、メンテナンスコストを低減させることで、トータルのコストを下げる手法を目標にしているとされる。こうした戦闘機開発をめぐるコンセプトの一大転換をアメリカは企図していると考えて良さそうだが、現行の F-35 ライトニング2を見ても、電子機器の絶えざるアップデートで、能力の向上を行っている状態を本当に覆せるのかは未知数だ。アメリカ側では、軍の高官が、すでに、NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスは、初飛行を終えているとコメントは、言っているものの、視覚的にこれを裏付けるエビデンスは、出されておらず、判断はできかねる。さて、日本の次世代戦闘機開発に、話を戻せば、日本が今の時代に一国で純国産の戦闘機を手掛けるよりもリスクは少なく済むとは思えるが、アメリカのロッキード・マーチン社等からの技術支援と比較して有効なのかはまだ不透明だろう。イギリスでは BAE システムズ社を中核とするテンペスト計画を先行させてはいるが、同社はドイツ、イタリア、スペインの4カ国で開発されたユーロファイタータイフーンの実績を持つが、同機はいわゆる第4世代戦闘機である。そのため、巷では第6世代戦闘機に該当すると言われてきたテンペスト計画は、当然未知の領域であり、その開発も、これまでのところでは順調というよりも、むしろ難航していたというのが、進捗を表する正直な感想である。このテンペスト計画には、BAE システムズ社以外にも、機関部にはロールス・ロイス社、レーダ・センサ類には、イタリアのレオナルド社のイギリス法人が参画するなど、
ヨーロッパを代表するプロジェクトであることは間違いない。現時点では、日本の次世代戦闘機の開発が、このテンペスト計画の一部として統合されることになるのかも含め、未確定事項が多いが、おおむね、イギリスサイドでは、日本と戦闘機開発との協業を歓迎する雰囲気が統一している。しかし、そこには、まがいなりも、未だ、世界第3位の経済力を持つ日本に対し、そこから拠出されるであろう、多額な開発費負担を当て込んでの、政治的な判断との見方も多く、手放しで日本が喜べるか否かは、判然としていない。